貴公はこの超文猿が逃がしはせん。行くぜ。ご無事で何より。うん、皆のおかげでな。お前たちも無事で何よりだ。ちくしょう、まんまとやられちまったぜ。ったく、どこかの誰かさんがもうちょっと賢く動いてくれりゃあね。やり直したいね。まったく、孫悟の力は本当はこんなもんじゃないっつうの。落ち着け二人とも。今日は敗れたとはいえ、まだ戦乱は続くのだ。生きて戦い続けるお前たちがその調子では散っていった者たちが安らかに眠れんぞ。ああ、両毛の言う通りだな。ここまで私たちは多くの仲間の犠牲の上を進んできた。それを無駄にしてはならん。進むぞ、みんな。強くなるぞ、今よりも。先に散った者たちの思いとともに、我々は乱世を超えるのだ。大国宗義、その壁は高く厚かった。孫悟の将士は前線するも、魏軍の前に撤退を余儀なくされる。敗北。その痛恨の思いが誰しもの心をよぎる。しかし孫権は、若き孫悟の当主は顔を下げることはない。父孫文代が兄孫白府に託し、そして兄が自分に託したもの。三代の志はただの一度の敗北で砕けはしない。再起を誓い、孫権は軍を取りまとめる。河北の曹操、覇食の劉備、そして高騰の孫権。二分、いや三分された天下を制し、次の時代へと進むため、若き虎の戦いは今新たな局面を迎えようとしていた。幸いにも
劉備めは漢中で前線を続けているようです。これに同調し、我らも曹操の力を削いでいきましょう。よっしゃ、こっちはいつでも喧嘩上等だぜ。もう負けるわけにはいかないっつの。それが我らのなすべきことならば、すべて切るまでだ。我ら内なる牙の折れるまで、高き虎の血の枯れるまで行くぞ。孫悟三代の志、必ずや果たしてみせる。